欅坂46のメンバーがインスタ映えする写真に挑戦。欅坂46の半分ぶり、バイトの体験見学はバイトルの提供でお送りします。今回インスタ映え写真に挑戦するのは小池美奈美です。今日は私らしいインスタ映えの写真を撮りたいと思います。私が一度だけ来たことがあるお店で、私の大好きで可愛い動物がいるお店です。ちょっと来てください。見て見て見て、じゃん、ペンギンです。可愛い。いらっしゃいませ。ペンギンの夜場へようこそ。こちらはですね、唯一ペンギンを見ながら食事を楽しめる場所となっております。お酒が飲めない方でもノンアルコールカクテルの方もございますので、ぜひ足を運びに来てください。ペンギンのお腹が好きで、ふっくらしてるところとか、ここ見てください。こちらでは餌やり体験もできちゃうんです。それでは私が撮った写真を発表します。タイトルは欲しい人挙手です。せーの、アッププリ。やっぱりこう食べる時って一番個性が出ると思うので、食べる瞬間っていうのにすごくこだわりました。今日は大好きなペンギンに餌をやれたり、近くで見ることができて幸せでした。ぜひ皆さんもペンギンと戯れてください。ペンペンペン。バイトの体験見学はバイトルの提供でお送りしました。